愛知県立津島北高等学校は愛知県津島市、また吉町にある公立の高等学校である。部活動も非常に盛んで過去ラグビー部が花園に津島小高校時代には野球部が甲子園に出場したこともある。生徒人口の減少のため近隣の多くの学校において規模が縮小されつつある中、学校の指導を 実績が評価され、2006年度より普通科が1クラス像となった。2008年度には、各学年とも6クラス、全校で18クラス体制となる。2010年度からは普通科が1クラス像となり、2、3年普通科、総合ビジネス科ともども3クラス、1年普通科4クラス、総合ビジネス科3クラスの、計19クラスである。しかし、 その後、普通科は以前と同じく3クラスになった。2018年12月、愛知県教育委員会教育企画課主査だった、野ギューマスミは、自宅近くの市宮市内のガソリンスタンドで、灯油販売機に残されていた、プリペイドカードを持ち帰った。その後、窃盗容疑で、書類送検され、名古屋地検市宮支部は基礎猶予処分とした。 県教委には報告はされなかった。2019年4月、野牛マスミは当校の校長に就任。しかし2021年3月に県教委に匿名のメールがあり発覚。同年8月11日、県教委は野牛を停職6ヶ月の懲戒処分とした。野牛は同日、がん退職した。ありがとうございます。